皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきます食玩は F トイズさんから発売されております新幹線変形ロボチェンジシンカリオン超進化プラスになります。でまずこちらがどういったキットかと言いますと、まあ、F トイズさんの方からはこのシンカリオンの組み立てキットの食玩結構前から発売されておりまして、第1号というか最初のシンカリオンの、この食玩は、2018年の3月にこちらまず主人公の、E5 はやぶさが発売されまして、その3ヶ月後、2018年6月に、E6 小町で2018年9月に、E7 輝きが発売されました。でこの E7 輝きは私自身も当時買って作ったことがあるんですけれども、まあこの、その当時発売されたキットというのが、新幹線の先頭車両と後尾車両のみが入ったキットでした。ですので、組み立てて実際変形合体できるんですけれども、タカラトミー版さんの、プラレールの方の、シンカリオンのおもちゃと違って、中間車両がありませんでした。で、その影響かと思うんですけれども、まあこのパッケージ今回映ってますけども、この、例えば E5 はやぶさですと、この、改札ソードから、E6 の、踏切ガンから、E7 輝きの、この車輪ドリル。これがなかったんですね、当時のキットは。で、まあ、お客様からの要望があったかどうかわからないんですけれども、2019年1月になって、今回のこの超進化プラスというような発売になりました。まあ、超進化プラスということなので、まあ、一番大きな違いは、こちらパッケージ、ここですね。武器などオプションパーツ付きと、まあ、以前はなかったものが付いたよっていう、まあ、新バージョンみたいなことになります。これがラインナップですね。E5 はやぶさには改札ソード、E6 小松には踏切ガンと、あと、上半身下半身別の車両が合体したリンク合体ってあるんですけども、その時用の、ちょっと豪華なヘッドギア。で、E7 輝きにも車輪ドリルとリンク合体用のヘッドギア。で、この3個が、2018年に発売されてたものなんですけども、今回2019年1月になって、新たに、ここに、初音ミク本店ですね、とのリンク、コラボというか、いう風で、登場しました北海道新幹線の H5 はやぶさと改札ソードが加わった、4種類のラインナップということで発売になりました。昔発売になったものは、それぞれ3ヶ月おきごとに単品で出てたので、パッケージは全部、E5 はやぶさだったらはやぶさの A だけだったんですけども、今回は4種のラインナップということで4つ全部のシンカリオンが出ております。で、パッケージはこんな感じで、ここにも、集めて組み合わせすればリンク合体が楽しめる、リンクシンカリオンという風で、そのため用のヘッドギアもついたということですね。で今回まあこれをまあこのタイミングで買ってみたいと思ったのは、今ちょうどこれ撮影してるのが2019年4月15日なんですけども、まあ、番組改編時期に重なったせいもあるのか、シンカリオンテレビ放送が今ちょっとお休みしてまして、ただ、ちょうど本編の方では E5 はやぶさマーク2と、ブラックシンカリオン紅がオーバークロス合体をするという、まあ、新たな展開に入っているところで、先月ですね、2019年の3月に、同じ F トイズさんから、今度はドクターイエローが発売になって、まあ、そちらも私の方で、レビューさせていただいたんですけれども、こちらですね。まあ、これもこれ非常にいいキットなんですけれども、まあ、せっかくこのタイミングで進化量も新展開になりましたし、武器もついた、超進化プラスもありますし、なかなかいいドクターイエローも買いましたので、だったらもう全部揃えて、並べてみたいなっていうふうに思って、今回こちらの超進化プラス4種類全部買いました。まあ、今後 F トイズさんの方で、進化量のこういった食玩継続して発売されるかなとは思うんですけれども、ぜひですね、今出てない、N700A のぞみとか、まあ、できましたら E5 はやぶさマーク2とか、あとブラック進化量、できればこのあたりはオーバークロス合体もできるようなキットが出てくれたらいいなーなんて思いながら、今日はこちらを紹介していきたいなというふうに思います。ではまず最初に、今回、まあ、パッケージ全部一緒なんですけれども、上に何が入っているか書いてあります。E5 はやぶさの方をまず開封して、
まあ、あとの3個、E6 小町と E7 輝きから H5 はやぶさ、これはもう全部、組み立てて完成した状態でお見せして、E5 はやぶさだけちょっと開封するところの中身とかも、まあ、ざっとお見せできればなというふうで、早速開けてみます。開け口は、開け口が特にないですね。ミシン目もなければ、あのピリピリピリっていうところもないので、まあ、こっちから開けてみますか。まあ、F トイさんのやつはちゃんと組み立ててみせが別に入ってるので、多少パッケージが破れてしまっても問題ないんですけども、あ、まずはイチゴガムですね。とこちらがプラキット、あ、これ早速入ってますね。と画面では見づらいかもしれないですけども、改札ソードですね。とシール、あとは、お、これが多分組み立て説明書ですけれども、いや、なんか豪華ですね、この取説。なんかポスター仕様になってるっていうんですかね。下にも大きいやつと、あと E6 とのリンク合体、 E7 とのリンク合体の、で最後アニメ本編でも出た画像が表示されています。でこの上半分かっこいいですね、これ。いや、他のはこうなるとちょっとテンション上がりますけども。で、中に組み立て方ですね。と、あと下に変形方法ですね。では、早速組み立てていきたいと思います。はい、というわけでできました。まあ、さすがに一気に4つ作ったので、時間もちょっと2時間少々ですかね、かかってしまいました。キットそのものは、以前、E7 輝き、こちらですね。作ったことがあるので、特に問題なく、キット組むのはやはり簡単にできたんですけども、この F トイズさんのキットの特徴と言っていいのかどうなのかあれなんですけれども、非常にシールがその、まあ、良くも悪くも薄くて長いと。まあ、綺麗に貼れるように設計されているので、うまく貼れれば本当に塗装したんじゃないかっていうぐらい綺麗に貼れるんですけれども、まあ、とにかくちょっと難しかったので、そこでちょっと時間を使ってしまいましたね。で、キットの、まあ、説明をさせていただく前に、最初にお見せした中に入ってた取扱説明書の裏側のポスターっぽいところ、まあ、改めて、全部4個揃ったので順に見ていきたいんですけれども、これが、最初にお見せした E5 はやぶさの、まあ、上半分、ポスター部分ですね。早すぎ早と、バーンと書いてあります。で、下半分に、写真だけではなくて、ここに、右、左下ですね。脚部のスラスターが特徴で大ジャンプ、空中での高速起動が可能とか、まあいろいろ書かれてますけども。脚部にある爪は強力で、ハヤブサのようにどんな相手も逃さない。まあ本編でこんなシーンあったかどうかちょっとうろ覚えなんですけれども、まあ、これが、E5 ハヤブサ。で、こちらが E6 小町。北少年、バーンと出てて。書かれてますね。話を読めたって感じですね。で、こちらの、キットの写真と、ここに地上での運動能力は随一誇りとか、まあ、説明まで書いてあって、で、こっちに、リング合体の方法とかが書かれております。頭部パーツもここでつけてくださいねっていう風になってますね。で、続きまして、 E7 輝き、車輪ドリルドーン構えてますけれども、大門山貫きですね。で、下が、先ほどの小町と同じように機体の説明と、まあ、リンク合体の方法、ヘッドギアはここでつけてねっていう説明になっています。そして今回新たにキット化された H5 はやぶさ、これかっこいいですね。初音ミクがデカデカと書かれております。で、こちら、まあ、実際本編の中でも、まあ、構造上同じだったんですけれども、H5 はやぶさは、まあ、単体での出力のみで、他の新幹線とのリンク合体がなかったので、
まあ、今回もヘッドギアないですし、リンクカッターについての説明はなく、単純にこの大きく2つのポーズを撮ったハヤブサが描かれてというか写真に載ってますね。夕張ヒートシステム内蔵、初めて知りましたね、そんな名前があるの。説明書はこんな感じですね。ではキットの方ですけれども、まあ、今回、超進化プラスということで新たに追加されたパーツということをちょっとそこだけ先にさらっと触れていきたいんですけども、ちょっと斜めに並べてしまったんで分かりにくいかもしれないんですけども、まあ、こちらからハヤブサ E5 ハヤブサなんですけど、このウィングパーツはもともと付いてました。この改札ソードが新しく追加されたやつですね。この組み合わせた状態で入ってました。ここの色も E5 ハヤブサ独特の色ですね。この側面と同じような、紫色っていうのは赤紫っぽい色になって綺麗に塗装されています。で次が E6 小町、まあ、これがリンク合体用のヘッドギア、こんな感じ上からスポッとかぶせるタイプですね。でこれが踏み切りガン、まあプラレル版と違って折りたたまれることはないんですけれども、まあ、こっち抜きの穴ありますけれども、シールを両面に貼るようになってて、色は、塗装でベースが白に、ここの部分がグレーで塗装されています。両肩両手にマウントできるように2つついてます。次が E7 輝きの、リンク合体用のヘッドギア、こんな感じですね。そして車輪ドリル、まあ、本面だとこの武器の印象が強いんで、もっとドーンと大きい印象があったんですけども、思ったよりも小さいですね。踏み切りガンと比べてみてもこんな感じ。そして、H5 ハヤブサ、まあ、基本的な構造は同じで、このウィング、まあ、ついてもついても今回初キット化なのであれですけども、これが H5 ハヤブサの改札装置、これはこんな感じ。基本的に造形は E5 のものと同じで、色味がちゃんと違いますね。出来上がりの車体ですけれども、やはりこうやって4両並ぶと壮観ですね。プラレールと違って中間車両がないので、なんかこう寸詰まりというか短くは見えますけれども、ちゃんと車輪もついてて殺走行できます。まあと特徴的なところはやはり同じハヤブサ系の車両で E5 と H5 なんですけれども、どこも先頭車両だけお見せしますけれども、こちらですね、ちゃんとこの横のライン、E5 ハヤブサはピンクというかちょっと赤っぽい色で、 H5 は北海道のイメージした紫色のラインで、きちんとこの辺の色の色が分かれております。では早速、変形合体の方をお見せしたいんですけれども、基本的にこの4車両というか、まあ、4種類についてはどれも変形合体方法が同じですので、まあ、今回2機代表ということで、H5 じゃなくて E5 ハヤブサを使って、変形合体の方をお見せしたいなと思います。では早速 E5 ハヤブサの方を変形合体させていきます。まあ、説明書の方にあった方法とは若干違いますけれども、まあ、こういった形で変形してますよっていうのだけでも、見ていただければなというふうでやっていきたいと思います。ではまず上半身の方から、まずこの部分を左右に展開、もう前に出すと正面から見てこんな感じで、次にここ腕を出します。このようにクランク状に出して、まあ、正面を向けると、反対側も同じように下に出して正面を向けで、先に頭を出しておきます。この部分でちょっと押して、ここから頭部を起こします。で
裏になって、ここの合体ジョイントの部分を起こします。で、これがプラレル版になかった特徴として、この部分が縮みます。下に下げて、こういうふうにクランクになってまして、こういうふうに入るわけですね。で、肩もちょっとこう、いかれ型に、中に軸が入ってますので、少し上向きにして、こんな感じでできます。で、もう先にこの段階で、こちらのリングつけておきましょう。肉抜きの穴が内側になるように、これを右、いや、左ですね。あ、右ですね。で、これを反対側に。これで上半身の完成。一旦ここに置いておいて、次に下半身、後尾車両。こちらの方を変形させます。基本的なあの変形の方法っていうのは、プラレル版とほぼ同じなんですけれども、こちらの方はあの、プラレル版よりも若干この一個の車両が、まあ、プラレルはどちらかというとあの、デフォルメされた印象があるので、もうちょっとこう、寸詰まりというか、短いんですけれども、これはもうちょっとこの本来の車体に近い、細長い造形をしているので、プラレル版の方にあったあの、足の関節というか膝の部分が、こう、こんな風に、こういう風に、段階をこう、ガタンと曲がって縮められてたのが、こちらはありません。そのまままっすぐの足の状態で入ってます。こちらも。あ、抜けちゃった。失礼しました。で、クランク状に下に下ろします。で、左右の足を展開。これ、太ももの中にあの、こう、二つの二重関節になっているので、ちょっと外に思いっきり広げた後で、内側にまた直すと、こんな感じでここの隙間の部分と、前のこのスカート部分がぴったり合って、いい感じな足ができます。で、つま先を、下ろします。ですね。反対側もどういう。で、少しこれを前に傾ける。こんな感じ。と、下半身の完成。で、上半身と、ここの穴と、この筋肉、合体させます。ほら。で、今回新たに追加された、この、改札装置。これを持たせれば E5 はやぶさの完成になります。同じように残りの3車両も変形合体させて一気に並べてみたいと思います。4体を一気に変形させて合体並べるとこんな感じになります。やっぱ4体並ぶと壮観だっていうのもありますけども、やはり専用の手持ちの武器をそれぞれ持っていると、やっぱりかっこいいですね。で、可動範囲なんですけども、ちょっと、まあ、全部同じなんですけども、今回、新規に作られた H5 ハヤブサでちょっと見てみたいと思います。まず肩ですけども、若干この上下に動くのと、前後にも動きます。ここは、変形の時のジョイントなんで、まあ、ここ使えばもっと後ろに肩も行くんですけども、あんまり動かさない方がいいですね。で、肩もぐるぐる。まあ、ちょっとぶつかるので、一周回すのは難しいかもしれないですけども、肩のところも動きます。そして、腕も、ここで、変形の関係で動きますし、回ります。肘は、90度以上。もう、アーマーに当たるところギリギリまで、肘は曲がります。手首は動かないですね。まあ、これも一緒にこのまま造形で1個のパーツになってしまってますので。で、ウエスト。まあ、連結ジョイントがあるのであんまり回さない方がいいのかもしれないですけども、一応ぐるぐる動きます。まあ、ここの部分がぶつかるので、これ以上ちょっと回すのは難しいかもしれないですね。で、足。太ももというか、ここの付け根の中がボールジョイントになってますので、ぐりぐり前後に動きます。またこの足の左右の開きもありますね。で、膝。膝も、腕を開けて、ここで、ほぼ90度まで曲がります。
で足首、まあ、ここボールジョイントなんですけど変形のための機構がメインなので多少こう左右に動くのとこういう風にも揺れて、であとは後ろはもうここが目いっぱいなんですけど前は変形の都合もあってか一応ここまでは上がりますがここだと戻ってしまうので、まあ、動きますという感じですね。で同じエフトイズさんのシンカリオンっていえば、割と最近発売になりましたドクターイエローあるんですけどもそれと並べてみるとこんな感じ、まあ、この辺の大きさの違いっていうのはまあ、プラレル版と同じぐらいというか、まあ、一個一個のシャレの大きさがそんなに変わらないので実際並べてみても、まあ、ドクターイエローが本編でも大きかったですし、まあ、エフトイズさんのキットでも当然ドクターイエローが大きくてどしっとした感じになります。続きまして今回のキットで追加されたリング合体の方をやってみたいと思います。まあ非常に簡単なんですけれども、まあ本編では主に上半身は E5 はやぶさが担当しましたので、まあ上半身 E5 はやぶさ、今回は下半身を E7 輝きでやってみたいと思います。まずは輝きの方の、車輪ドリルを取りまして上半身と下半身を分離します。でこれが下半身ですね。で E5 はやぶさ、こちらは、上半身のみ使います。で上半身 E5 の上半身と E7 輝きの下半身をここのジョイントで合体させます。作中どうだったかちょっとうろ覚えなんですけども、キットについてた説明書では左手に車輪ドリルがついてたので同じようにしてみます。改札ソードと車輪ドリル、そして今回追加されたこのヘッドギアですね、これを頭部にこの隙間に上からかぶせて差し込みます。こうですね。これで E5 はやぶさクロス E7 輝きピンク合体の完成です。ちょっと近くで見てみますけども、やはりもともとこの頭部のこのパーツがですねプラパーツで大きいので、まあ作中のようにはさすがならないですけれども、でもそれを忠実に再現した造形になってます。プラレル版などこう前から差し込む形だったんですが、これ上からかぶせる形なのでこう多少動かしてでも取らないのがいいですね。では最後に、プラレル版との大きさ比較、たまたま今日パッと出てきたのが、E6 小町だったのでE6 小町のプラレの方を用意しました。やはり大きさは全然違いますね。当たり前ですけれども、ただ色塗りとか、要素要素のパーツの色とか塗装とか、まあ、シールで再現されているものはありますけども、ほとんど遜色ない出来なんじゃないでしょうか。むしろこの後尾車両のここのヘッドライトっていうんですかね、ライト部分プラレル版ないですね。ここ特に何もプラレル版のシールっていうのはだいたいここの腰回りに貼られるシールと、あとこの踏切キャノンに貼るシールしか入ってなくて、まあこういった細かい黄色い線の塗装はあるんですけども、こことかは特にプラレール版はないんですね。ヘッドライト的なものが。F トイさんのキットの方ではシールですけども、こことかここのライト部分が再現されてます。頭部を見てみてもうまく入らないですけど、ほぼ遜色ない
移動じゃないですかね。というわけで今回は F トイズさんより発売されております新幹線変形ロボシンカリオン、チェンジシンカリオン超進化プラスご紹介させていただきました。で左端のドクターエローは、まあ、今回の超進化プラスではないんですけれども、まあ、せっかく同じ F トイズさんのシンカリオンシリーズ持ってましたので一緒に並べておきました。やはりこうして並べてみると、まあ、ドクターエローが武器持ってるせいもあるんですけれども、他の4体についてもちゃんと専用の武器があると並べた時にやっぱり絵になりますね。もともと武器がない状態で発売されてたキットの頃は、1体、税別500円だったんですけれども、まあ、今回専用の武器ですとか、あとは、これは小町と輝きだけでしたけども、このリンク合体用のヘッドギアが付くことによって650円ですかね、ちょっとお高くなってますけれども、やはり一個一個の出来は非常に良くて、この大きさでありながら差し替えとかも一切なく完全変形完全合体をするという風で非常に洗練された、キットになっているんじゃないかと思います。もともとのトミカさん、プラレールさんの方と比べてみても可動範囲も多いですし、まあ、今回お見せはできなかったんですけれども、当然、小町とハヤブサもリング合体しますし、本編になかったナルト H5 とのリング合体とか、オレリング合体もできます。あとやはり F トイズさんの方から今までこれだけ5体のシンカリオン出てますので、ぜひとも今後も E5 ハヤブサマーク2とかブラックシンカリオン、なんだったらクレナイとか、冒頭にもお話したみたいにこれ以外のシンカリオンもたくさんあるもんですから、そういったキットが今後も発売されて、オーバークロス合体もできるようなキットが引き続き出てくれるといいな、なんていうふうに組み立てて改めて思いました。それでは今回の動画はここまでとなります。よろしければ私の他の動画の方もこのチャンネルにお越しいただき見ていただけるとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。